皆さんこんにちは、長尾です。今日は沖縄県那覇市にあります沖縄繁殖のフェスティバルの会場にやってきました。今こちらの映像は JA ファーマーズ沖縄県地元産の野菜を販売しているコーナーとなっております。皆さん地元の野菜をいい目で選んでますね。この映像から見てもはっきりと分かります。こちらの映像はマーシャン市場、県産肉を扱うコーナーと JF コーナーとなっております。結構マーシャン市場、県産肉を扱うコーナーが結構人が入っていることが多いですね。こちらJF コーナーとなっていますね。JF では魚介類を取り付けたコーナーがあり、マーサン市場では肉の料理が結構たくさん販売してますね。今の映像から見るとはっきりと分かりますね。たくさんの人がにぎわいはマーサン市場に入ってますね。今の映像は見てもはっきりと分かります。こちらの映像は 花を販売しているコーナーとなっております。 これは沖縄園芸農業協同組合でしょうね。今とてもチューリップやスイートピー、バナナがいっぱい販売されてますね。こちらの映像は由比が販売されていますね。とても綺麗な花になってますね。
ても綺麗な花が並んでますね。いい目で確かに綺麗な花を見てますね。こちらの映像はフジテレビフラワーネット九州沖縄ブロックの花の展示の様子となっていますね。今日のこれを沖縄の花食のフェスティバルは地元 JA 沖縄の地元野菜そして地元の魚肉などもたくさん紹介しておりました。今回はこの部分でご紹介となっておりましたが、緑色のアイスクリームやスイーツなども数多くを取り上げていることが多く分かりました。このとても素晴らしい花ですね。このフジテレビフラワーネットさんのとても素晴らしいですね。皆さんこの花の展示で記念撮影される方も結構多いですね。とても素晴らしいと思いました。今の映像でもはっきりと分かりますね。この沖縄ハード食フェスは1月下旬の開催となりましたが、皆さんこの沖縄のハード食の沖縄の食と花を素晴らしい五感で確かめてみてはいかがでしょうか。私も素晴らしい体験も素晴らしい発見もすることができて本当に良かったです。今回の動画はこれまでとさせていただきます。皆様ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。